たまにあるんよね、このマンション。コメント来てるかな。ここニキビできてるみたいな。あ、ちょっと喋ってないけど。はい、開始した。電源を落として電源を入れました。今きっと始めれたはず。配信終了。じゃない、無理って。分からん。端末ってパパ何？今パパ見てる？見てるけどパパ読んでないやんか。あ、違う画像。多分携帯変えたから。最悪。あ、治ったって言ってんねんけど。大丈夫そうみたい。パパの分からんじゃん。Wi-Fi、 あ、パパ 4G にしてるからじゃないの。じゃ、Wi-Fi 繋いで。画質悪いって。画質悪いけど我慢してもらおう。こればっかりはどうしようもできへんし。だってずっと画質悪いって言葉が流れだからごめんって言うとき。ごめんね。しょうがない、ドライブできへんから。 Wi-Fi はこれ悪いんじゃないんよね。 Wi-Fi はちゃんと繋がってるんですけど、なんかここのマンションがもう本当にめんどくさいんですよね。なんか多分もう今 Wi-Fi 繋がってる？ 4G になってない。 4G になってないはず。上に出てんじゃん。上に出へんねん、少量もやってると。そう、ギガ使い切ってない。なんで？集中してんのよね、多分。ここ関係ない。4G やったの？これ 4G であかんかったらしゃあない。うん、今 4G にしたんですけど。あ、まあ、必要になったんちゃう？え？ほら。集中してんのか、電波が。願いがアホやからちゃう？なあ、みんな。ギガが減る。ギガが減ると思います。それでブツブツ使わんだら、もうな、大事に大事にな、貯めといたらいいねん。ウルトラギガにして。お前ちゃんと払えよ。お前の給料から全部引かれてんねんから知らんで。いいよ足らんって、お前の給料じゃ。運営さん、給料、給料上げてください。俺もなった 4G、 4G、 GG。 ほんとこれあれじゃん、あれも 4G にしたらいけんじゃん。あれでパッとパッと、うん、ちょっと一回切らしてもうて、一回ちょっと切らしてもう、iPad に交換します。 iPad に交換します。待っててね。今始めた。めっちゃ光ってるものが後ろにあるんですけど、なんでしょうね。これは、はい、これでできたかな。こっちはこっちまでつなげん方がいいか。画質よ、決まる。あ、よかった。これで機嫌よくできますね。イエーイ。多分ね、ここの Wi-Fi はちゃんと飛んでるんですよ、ここの家。それはこの前の画質が悪かった時に教えてもらいました。 Wi-Fi のお仕事してる人合ってる？ Wi-Fi のお仕事をしてる方にやっていただいたんですけど、ショールーム側の問題か、ここに電波が集中するとなる可能性が、私マンションに住んでるのでそういうのがあるんですよね、多分。これで見る？コメントパパので。はい。パパのあのあれしてるから Wi-Fi 繋いでるし、はい。そうなんですよ。で、お前のだけは 4G でやったらいいや。見る方は Wi-Fi 見れねえか。後ろピカピカしてますね。確かに。パチンコ屋みたいやろ。パチンコ屋さん行ったことない。これめっちゃ辛いで、これめっちゃ辛い。
今日これをパパが買ったんですけど、くっちゃ辛い、激辛せんべいって言ってめっちゃ辛い、でも癖になる。大須商店街行ってきてんな。はい、大須商店街のせんべい屋さんで買ってんけどね。集合住宅の Wi-Fi はそれがあるらしい。それがあるんか、一戸建てに買い替えるか。いや大丈夫です。なんでやねん、なんでやねん。これがマキコさんに買ってもらおうかな。辛いやつなんですよ。めっちゃ美味しいのは美味しいんです。なんか癖になる辛さ。へい、へい、ラムコク。なんでちょうだいや、みんなに辛さを伝えたいのね。お前11月11日までに体絞るんやろ、うん、食べたらもう福井過ぎたらもう8時までに何もかも。わもうやってんねんけどな、多分めっちゃやってる、めっちゃやってるんですよ。でもね、食べるときは食べるんですよね。お仕事とかそういうので食べないといけないときとか誘って。おい、映ったらあかんやろ、うん、ボタンもう一個押してや、ちょっとキラキラしすぎよ。一回押して、はい、これ、それです。あ、誘っていただいた時とかはやっぱりね、食べますよ。食事会とかの時は食べるんですけど、それ以外は本当に我慢してるんですよ、うん、本当に我慢してる。本当に私食べることと寝ることが幸せなんですけど。えちょっと光ってるやろこれ、うん、見てみて、後ろ同じ見て、いいでしょこれ、なかなか、うん、食べることと寝ることがすごい幸せを感じるっていうか好きなことなんですけど、本当にね、食べること大好きなんですけど、本当にずっと我慢してるんですよ。おい、トンキチ、パパの携帯どこやった？ここにおる。見えへんやったら返すね。これで見れる。え、うん、後でランキング読むときに行かれるわ、うん、だから本当にやばいんですよね最近。ちょっとうーって なるんですけど、ちょっと頑張ります。だって嫌じゃない、なんかさ、ここまでファンの方が頑張ってくださってさ、こう今痩せたって言われてるんですよ、1時よりね。で頑張ってるねって書いて、分かった頑張ってるねって言ってくださる方いるんですけど、あ、なんか一部のめんどくさい人たちいるじゃないですか。そしたらなんかこいつ痩せてきてないなとか言うのを絶対言われたくないというか、もうなんな、私が何やってもそういう人たちって文句言うんですけど、ちょっとじゃああなたたちも痩せてみなって言いたいんで頑張ってます。ファンの人に恥かかしたくないし、そう、本当は泥ぶっかけたいぐらいの気持ちなんですけどね。まあ頑張って、頑張れ、絞れよ。やっぱりさ、やっぱアイドルやのって言われたら嫌やからな。やっぱアイドルやのって言って、アイドルになるのも難しいねんぞって言いたくなるんですよね。あと1公演じゃん。そうです、明日。明日あれじゃんか、谷ちゃんの、谷さんの生誕祭です。イエーイ、行ってやればいいのに。いや違うんですよ、行ったらこいつそういうのに触れてる、プロ意識が低い。でもな、私がなどんな行動してもね、あの人たちは言うんですよ。本当にミジンコみたい。ミジンコにも失礼よ。好き嫌い、パパもん、まとめとかめっちゃみんな好きやん。あ、見るのパパ好きやな。あの、いつもなんか言ってくれる人おるわいつも何人か言ってくれる人、必ず一緒なんかなと思って、それに対して一緒のやつだよねって言ってる、その会話がなんか見てて楽しいあ、やってるやってる。絶対悪いこと言う人絶対一人はおんねん。え、嫌いやねんもん、お前のことは。好き、え、違うで、好きの反対は嫌いじゃなくて無関心やから、多分メガのこと好きやねん。もうずっと頭から離れへんって。結構ポジティブやな最近は。ないいよ、それいいと思う。私2020年になって自由に生きるって決めて。決めた。なるほど。なんやねんそれ
だから、なんであんまな気ぃつこうで言いとったらな、しんどいからな。ほんとに、私人に気ぃつかいすぎる。人生は短いぞ。そうですよ、いつ辞めるかわからないんですから。そうそう、誰がいつどうなるかわからへんねんから、はい、もう真剣にやるなら真剣に、真剣にやるんですけど、真剣すぎると私やばいんで、物ちゃんと真面目にやるんですけど、もう自由に生きるって決めました。はい、だって考えてみて、私のこと嫌いなのに1分2分ぐらいをあの文章書くために使ってんねんで。笑うわ、ほんまに笑っちゃう。笑う、うん、なんかさ、笑ったで、なんて書いて、言ってみて、言ってみて。顔が百姓とか。何、顔が百姓って何。百姓、百姓ってどういう意味。農家の人や。顔が百姓はん農家の人に失礼や。こんなのおもろいな、もう別に自分のことかわいいな、うん、こういうのかっこいい、うん、そこに向かって怒ってる人がまだおるわけや。あ、そうなんや、噛みつくってこと。うん、消えろと消えろって、なんかそういう会話を見るのが結構好きで、うん、あ、絶対な、願いの予想言って今回あった、願いちゃんパパ見てるみたいなあったで。ああ、コメントに全然関係なくあったで、見てるみたいなえ、その人アンチじゃなくて、アンチじゃなくて、アンチじゃなくてまとめサイト見てますかっていう意味が、そうそう、パパがここで見てるっていうのを願いが言ったから、願いちゃんパパ見てるっていう、見てますよみたいな。あ、皆さん勘違いしないでください、私はまとめ見てないです、パパがまとめ見てるんですよ。お前まとめは見ん方がいいわ。見ひ見ひ、うん、あの、あそこはメンタルでは無理よ。アンチの巣窟、アンチの巣窟、そんなもんかも。いや、もうアンチの巣窟と暇人の集まり、いい人もいるって知ってますよ。ないよ、もうお前やんか、おもろいんで、あ、いや、見ない方がいいです、私のファンの方には見てほしくないですよね、うん、うん、まあ大人げない人たちが多いって決めてるんでね。あ、違う、あの、悪いことを書く人が暇人なんですよ。別にいいこと書いたり、私のことを守ろうとしてくれてる人はマジで優しい方だと思ってるんです。この前占いで言ってた、お前言葉足らんからな、おかしな方向行くからさ。そうやな、あの、今訂正しとく、うん、でもいいよね分かったって、もうええで、うん、あ、私も傷つくから見ません。だって私のこと好きな人はさ、願いが悪く言われたら傷つきはるやん、うん、見ひん方がいい。パパ娘のことやけど、そんなに傷つかへんで。あ、そうなん。うん、全然ひど。あ、だってそれを役の人もいっぱいおるからあ、そうね。お前そんなこと言うてたらな、うん、願い、うん、いつも言うてんけど、ジュリナさんとか、うん、須田さんとか、うん、めっちゃ人気のある人とか言ったら、まあ言ったら1万人いいこと書いてくれたら1万2000人ぐらい悪いこと書けるんだよ。そんなもんいちいちやってたら、まあ、こんなもたへん。でも私のこと好きな人を私は信じてる。それでいいよ。ねえ、何人が、うん、まあ、人の顔の好みなんて人それぞれですからね、うん、はい。パパ怒られてんだよ、食べながら喋るなってごめんなさい、うん、だってこれは辛いやつやから、うん、実験で食べようって願いが言うたよ。人に罪をなすりつけるんじゃないよ。ちょっと喋らんとこは、ここら辺じゃ食べたら喋って。カラムーチョじゃないです、なんか激辛せんべいみたいな、あの、なんていうの、おかき屋さんとかで売ってるやつ。食べたって、これほんま食べたことある人。これ美味しいよね。あ、食べてる時に喋った、はい言われるはい言われるって。どうする、ここにはやっぱ願いたちのこと嫌いな人が来ると、もう心底荒探しする人いっぱいおるから。ほらへん、願いさんは食べない、食べない、太るから。はい、これもう一回、なくなっちゃった。めっちゃ食べたな、激辛せんべい。そこにだからあれが溜まってるやん、七味か一味かなんか溜まってるやん。やば、
これだけで美味しいで。なんか喋っちゃった。もういいです。今しつこいで ASMR やで。やばい、シャカシャカシャカ真っ赤やなって。そう、唐辛子ですよこれ。やば、まあまあそういうお話は置いといて、皆さん何をして過ごしましたか。あのお正月何をしてお過ごししていましたか。願いは家族全員揃って温泉に行ってきました。初詣おみくじ引きました。初詣どこ行くんやろな。韓国の方がパパ可愛いって笑ってるって。イエーイ、願いじゃなかった。お正月はお掃除をまったり進めてるらしい。偉いなぁ、掃除ずっと仕事してました。うわ、それもっと偉いかな。反響でした。え、今日半分今日反響発狂じゃなくて発狂体調不良かな、これは多分星になってる。体調不良でダラダラしてました。うん、もうね、体調不良はダラダラするに限るで、うん、逆にダラダラしないといけないっていう。スキーと B リーグかっこバスケ、おお、運動するのね。正月3日間お仕事でした。今日も仕事でした。うわ、めっちゃしんどい心が。パパ月曜日からやんか、お仕事。そうですね。もう今もうすごいグレーな気分やもん。今日はプロレス見てた。よっしゃとか、明日公園行くよ。あー、待ってます。願いコールしてね。旦那の実家と私の実家に行きました。おお。そうやね、あの普通なんていうの、ご結婚されてる方はやな、両方にまんべんなく行かないとやな、いろいろと揉めんねん。そうなんや、初知り合うわ。何やさ、うちには来ないのね。大変や。分かる。うん、大変。願いちゃんの生誕祭やってたいので今は公演応募できない。パパ今回な、失敗したわ。何？谷さんの生誕祭に申し込んじゃってさ、うん、外れたけど、当たってたらあの谷さんのファンの人に申し訳なかったなと思って。関係者席で願いの生誕来てや。仕事か、なんか仕事があったのやろか。スターウォーズ見た。願い可愛い、ありがとう。スターウォーズ、ベイン。スターウォーズってさ、うん、やっぱあの物語がよくあんまり分かってなくて。確かに。明日から仕事です。おお、頑張りましょう。日曜日からや、すごい。頑張って。願いちゃんのショールーム楽しいね。明日は。お前なんでさっきこう鼻の上のこうゴリゴリ触るの？かゆい、肩つくで。あ、嫌だ。明日いい公園で鼻なんか上のとこ真っ赤かなんでな。明日パパは帰ります。帰ります。だから今日は今日最後やねんな。だから今日最後なんですよ。限界で喋ってんねんけどな。今日6時間かけて車で大阪から帰ってきました。おう、おう、え、どこ6時間で東京かな。横浜とかじゃない？うん、やっぱ6時間、車で6時間だ。そうやな、ディズニーランド行くときそうやもんな。帰省ラッシュすごそうだね。キー、今日混んでた。混んでた。横浜です、当たり。かっこいい、なんか横浜ってかっこいいよな。なんかパパの趣味はいいか、置いとこう。うん、明日また夜勤です。明日ヤンキー？夜勤。もうええって。もういいよ、もうボケがうるさい。月曜日出勤してすぐ出張です。
出張って良くない？そう？なんか、まあ出張先にもよるんかな。ああ、どういうところ行きはるやん。海外かな。パパもたまに横浜行くからさ。海外ビューン。横浜行くんや。や。横浜、神戸。パパ。横浜、神戸、鎌倉、この辺りはおしゃれな感じ。なんか感じがいいな。パパ、A ちゃん好きやからさ、小学校とか、うん。パパ、出張は移動中が楽できていいとか言わない。言ったっけ？ん？パパはな、パパ新幹線乗ってんの、なんか、いいわ。あ、退屈やけどな。うん。誰とも喋らんとじーっとしてんの。こんばんは、こんばんは、みんな元気ですか。でもね、インド出張、インド、すっげえすげえ5日ほど。なんかもう、なんかな、インド5日って言うたら旅行行くのに何時間かかんやろ。結構なんじゃ。結構かかると思う。インドやって、インドとか、そんなとこ言うとこってなんか大きな会社なの。大きな会社なんじゃないかな。うん、飛行機乗るもんね。あの人はいかねえ。すごい、インド。どうやってよ。インドにちょっとびっくりしてる今すごい。どうすごい。インドでお仕事するってこと、出張ってこと。そう、出張。すごいね。韓国からブラジル。韓国からブラジル、どっち回りなんや。考えるのが難しいね。インドとか海外、水とかでお腹壊しがちだよね。私、お母さんのお腹を壊しました。願いの今のは文章的に意味が全然わからない。私がブラジルに3歳の頃ぐらいに、なんか鼻触りすぎ、腫れちゃうから行ったんですよ。行ったらなんかやっぱり3歳ぐらいだからわからないじゃないですか。水道水が日本は大丈夫だけどブラジルはダメとか知らなくて、お母さんが体調がちょっと悪くなったから、あの普通にあの私の気遣いみたいな、子供ならではの純粋な気遣いで水を持ってたんですよ。そしたらそれが水道水だったっていう。だからお腹壊したよね。申し訳ない。上司の付き添いなので補助ですね。インド上司さんの付き添いやって。遊ばれへんやん。僕アパレルなので月の半分は中国、インドネシア、韓国のどこかにいます。かっこいいな、アパレル。俺も言いたいわ、アパレル。あのプレゼント待ってます。水道水が普通インドのあのターバンかなんか買ってきてもらえるわ。それであのなんちゅうの、作らへんってしますみたいな。水道水が普通に飲めるのは日本ぐらいです。確かに。でも3歳の頃ってそんな分からんやん、純粋だから。そっか、ブラジルは水道水飲めないの。そう、でもなんか日本の習慣づいた普通な気持ちで飲みそう。私通勤ルートは毎日変えてくださいって言われて少しだけビビってます。知らない土地に行って通勤ルート、うん、日本人やからさ、あれ取ったらさ、もう銭持ってれると思うからさ、いつも一緒の子も通るって言われたらな、さらわれたらあかんのちゃう、ちゃうかな。私に会えなくなるじゃないですか。それはダメですね。3歳でブラジル行くってのもすごい。さあ、ええな、確かそうやな。ママがお姉ちゃんと3人だけで行ってんな。そう、パパ置いてきおり。うん、パパはお仕事やった。お仕事あれよう行ったな、前らね、あの変な飛行機乗って。そうなん、うん、ブラジルの飛行機が安いから持ってってあげるの。やっぱり優しい子だ。イエーイ。ネガイちゃんは水道水飲む？お茶しか飲まん。ネガイ、友人はインドネシアで襲われて怪我したって。優しい方もきっといるんですよね。だけどな、海外はやっぱりな、気抜いたらあかん。気抜いたらいけません。いや 気合い入れててもな、襲われるとき襲われるんだけど、ほんま怖いわ。やっぱり日本が安全かな。どこの国にもガオーっていう人はいるから。ガオーって何ですの。悪い人とは言いたくないから、ガオーっていう人はいるから
いい人もいるよっていう、きっと、きっとそんなにいろんな国行ったことないかわかんないけど、日本から出たことないので、日本でも突然襲われるから、ね、そう、どの国でもガオーっていう人はいるんですそうやね、気に入ったらない、そうやな。イタリアって食事する前に出る水ってお金いるねんて。あ、そうなの。 I love Japan。 メガイちゃん、パーカーは L サイズですか？L サイズが好きです。韓国は安全だった。え、 M じゃないの？L、ダボって着るのが好きやから。うん、日本が一番国として安全やな。でも気をつけないとね。まあね、今年も靴プレゼントしても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です、ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫ですかって聞いてくださってるから、大丈夫ですよって答えた。そう、うん。3360人の方ありがとうございます。感謝感激。直接を噛んだ。韓国から名古屋出張行った時、こっそり劇場の観覧車のグッズ買いに行きました。招き猫かわいいでしょ。パパはそんなのに獅子舞がかなり気に入ってんねんけど。獅子舞かわいいですね。獅子舞かわいいねって言われてる。チョコンといるのかわいい。かわいいでしょ。獅子舞になりたい。そうですね、今日で終わりです。ネガイちゃん、今年もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。あれ、ママどこ行った？ママ寝てるよ、きっと。あ、ママちょっとしんどいかな。ママのそばにいるんです、きっとね。看病してますね。いやー、いい子。しばらく音信不通になるのでお元気にお過ごしくださいませ。そう、インドに行くから。そうなんや。頑張って、怪我しないようにね。今行きたい国は？パパ、めっちゃ悩むやん。スイス。スイス。私はニューヨークと韓国に行ってみたい。ニューヨーク。ニューヨーク。ニューヨーク。そうやね、ママは正月疲れやな。ねがいちゃん、今年からがっつりをしますね。ありがとうございます。がっつりをしてください。感謝します。ニューヨークには、じゃんじゃんじゃん。ニューヨークは国ではないらしい。アメリカよね。だってさっさせん、どうて。アメリカのニューヨーク。まあそりゃそうやな。パパさん、なんでスイスなのって。なんかテレビで見たことしかないけど、なんかスイスって感じ。なんかゆっくりできそうじゃない？うん、なんかハイジ出てきそうやん。ハイジ、ハイジが食べてるトーストの上に乗せてるチーズのやつ。おいしい。ペーターって言うわ。ペーターって。お昼ご飯は毎日カレー3パターンって聞いて少し言うつ。あ、無理やわね。インド、インド、インド。俺カレーもう大好きやから。もうカレーだけどな、インドのカレーって手で食べるのかな。あー、ちょっと、あー、なんかそんなんちゃうのちゃうかな。インドな、だからインドのカレー美味しいって言う人おるもんな、インド行ってる人。出てきたらビビるやろ、ハイジ。ハイジが出てきたらもういやーって言っちゃう。クラ
ちゃん、ヤギやったっけ、あれ羊やったっけ、ヤギ、ヤギ、ブラジルってヤギ食べるやん、あれはむごいよな、けど考えたらさ、でもね、ユキちゃん食べられへんね、うん、くるくる回ってんねんね、もうお前だってブラジルでそうやったやろが丸ごとやん、お前すごいよな、3歳の頃はそんなこと知らずに普通に食べた、 2.5 歳やで、2.5 歳やった、アルパカらしいや、あれ、え、ちゃうよ、絶対ヤギやんな、鈴つけてる子やろ、ヤギ、アルパカユキちゃんはアルパカ、え、みんなアルパカって言ってんねんけど、アルパカマジで調べよう、衝撃らしい、ちょっと調べるわ、ググ沖縄も食べるってラム、オッケー、ググる、ユキちゃんはアルパカ、違うわ、新井由紀さんがアルパカってことや、そっちの由紀ちゃんが、うん、あ、もう惑わされた、絶対ヤギやと思ったもん、せやろ、え、ヤギや、びっくりした、もう分かりにくいわ、ねえ、ちゃんと SKE 勉強しようね、違う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 、純粋な受け取り方をするので、中国では靴のプレゼントは別れの時に置くらしい、嫌なやつ、靴を出したバイバイして、そうそう、なんか靴いっぱい100均で、100均で売ってないから、何か買っといてさ、バイ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 、こいつあかんもん、だったらピッて靴お前はこれじゃ、バイバイって、やば、お父さんはハイジ推しですか、ペータ、ペータ、さて今日はこのぐらいにしようかな、なんでやねん、10時までやろ、ちょっとこのぐらいにしたい、なんで、え、そうなの、なんかあんの、うん、明日も朝早いしちょっと眠たくなってきちゃったから、そうなんです、今日、あ、今日また幸先坂さんへ行って貝とあごだしの醤油そばを食べてきました、めっちゃ美味しかった、美味しいですよね、あそこの幸先坂さん、そうなんや、ちぇ、あそこのもほんまにあの限定のやつ美味しいで、ギフト呼んでもいい、俺の商品じゃないか、あ、違う、携帯ああ貸してってこと、貸してくれって言ってるのか、そうです、あ、そっか、じゃあこっちで読む、なんでやねん、貸したるわ、はい、めんどくさい子供やな、ややこしいお父さんやわ、めんどくさい子供よ、かやちゃんさんがみかん、ブラフアネックさんがみかん、ほそみんさんがとうといタコ、チャーリーさんがみかん、ほそみんさんが花束ハートファイト、トロロンさんがハート、メガネ丸さんがかわいい、ほそみんさんがみかん、ワッキーさんがとうとい、ほそみんさんがかわいい、だるまあけおめ、ゆずきさんがファイト、アイス、トートイ、みかん、福さんがハート、なちゃんさんがハート、メガネ丸さんがみかん、鈴木さんがタコ、しげさんがみかん、花束、かわいい、なるさんがお疲れ、しげさんがみかんと、なるさんがかわいいです。ありがとうございます。仲良しで何より。イエーイ！パパの先輩で仲良しって人だったわ。名前？中吉って書くね。ほんでパパは中吉さんって呼んだらな、めっちゃどつかれた。あやむてかあやめてパパ、だってそういう高校やってパ、あ、高校、高校の先輩、あー治安が悪い、だけど中吉って読むやろ普通仲良しとは読まん、読まんやろお前、それが読もう、いやとそれでどついてくるのは治安が悪すぎる、その人の心が、大きいやぞ、もう20位がグアミックスさんかな、19位がかわいいぬ、18位が JADED さん、韓国の方ですね、あにゃん、17位が鈴鳥さん、16位がエゴテス48さん、15位がジュキニドンさん、14位がヨヨタムカイさん、13位がナオちゃんさん、12位 S さん、11位オッパサランエさん、11
10位ホワタさん、9位トロロンさん、8位ホソミンさん、7位メガネ丸さん、6位リナさん、5位テツヤさん、4位メタタロさん、3位ワッキーさん、2位鈴木さん、1位がシゲさんです。おめでとうございます。そしてありがとうございます。はい、1月6日でそういうとこあるよねの4時販売が終わるので、ぜひ正午までなんですけど会いに来てください。はい、後でねまたツイートしようと思ってるんですけど、よければまた会いに来てくださると嬉しいです。待ってます。そしてツイッター、インスタグラム、ママやブログをやってるので、よければ登録とフォローしてみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ちょっと早めに終わるんですけどもお願いいたします。 SK48 を日本一のアイドルすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、 SK48 8期生のチーム、いい深い願いでした。バイバーイ。3778人の方ありがとうございました。おやすみなさーい。